あれがだからその連休前、去年去年。の連休前にそのメジャーホースのレコードを、ボンジュールレコードで、ゴータもドラム叩いてみんなで作って、曲を出すのに USB 付きのパーカーとかを代官山でね、やったね、売るやっから、たそれでね。ライブイベントをやった。それ以来だと思うよ。 あの時俺指ドラムやったあ、もそうん。そうそう、あれ面白かったよね。あれやりね、たいな。あれであれこうなんかいろいろまたやれるやねーれなんるやてつ。話して「そうだね」って、じゃあやろうねって言ったら、なんか いろいろ何こともでごきとましぇんくみたいいな。ろんななんかね、イ ベントそうがそう、あイるメージとかできなていとたから「なっでてきたるら、ね」っつったら「このね。前フレキシなんかやりやすくできるね」っつったら、全然それどころじゃなくなっちゃって、あの時はだってまだこのウイルスが、まだ分かんない、得体が知れないっちゃ知れないけど、そんなに、ここまで伸びるとは思わなかった。夏、危なそうだけど、夏にはなんとかなんじゃないのなんて、去年、悠長に言ってたもん。春ぐらいに。いまだに俺なんかもうあれだもん、消しゴムのすり減り具合が多いっていうかさ、え、意 味わいかんついない。つやります、あ、はい、消してまたあこっち、消してまたこっちみたいな、あ、いそうまなんだ。だにあ、ずっと、それ比喩だよね、今のね。はい、ずっと比喩っ消ていしうか、ゴム、そう、鉛筆消しゴム派なの？ いまあ、カレンダーがね。や、あ、そっか。全然消しゴムもう使ってないからさ。消しゴム最近よく使うんだよ。あ、そう。すぐ減るよね。譜面あ、をもらっそうだよね。て、譜面の場合はそうだよね。でも全然それはまた別の問題だけどね。いや、でもそれは確かに消しゴムが多いかも。そうそうそう、譜面もらう、なんかさ、日本帰ってきてからなんだけど、譜面もらうようになっあ、て、そっか、前は、その前はなかったそれか。こそメロンとか絶対ないまじあ、あゃん。れはないよね。ない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 。メジャーそれフォはない。も絶対ないじゃん。絶対ですね。まあ、鼓動ぐらいはあるかもしれないけど、それぐらい、パッパッパッって、線で引いて、ボンボンボンそうそうと。そう。次ここでジーみで、たいいな、なんかやいやいやいや。地図みたいな感じだよね。右曲がそっってか。左曲がってみたいな。向こうでもないか。向こうでも全然ないないない。接向こう種。でね、譜面使ったことないよ。ロックの人は使わないよね、きっとね。だってもちろんそのオーケストラの人とかは使うかもしれないけどさ、オーケストラにはさすがに使ってスたトリングね。スとかね、の人は使うかもしれないけど、そだっのてジ時ョンとかだポールも使わないでしょ、よ。ポールとか書き方知らないとかいう話だもんあ、ね。そうなのか。今でもっていうか、ずっと。ルールが、こっち行っまあ、た覚えちゃうでしょみたいな。あ、そうだよね、ロックの場合ね。でも、多分あれだよね、役者の人もそうだけど、セリフ覚えてるか読むかで、やっぱ全然違うもんね、きっああ、と。急に役者の話になったね。役者やったことあったっけ？ 役者っていうほどの役者やったことあ、ない。やったことある？でちも。らっと出たことはあるけどね。本当？やったことあるでしょ。僕はあるよ。俺、ダメ。なんで？セリフ覚えるのが苦手。いや、そういうんじゃなくて。はいってなるともういや、そうそう構えそう。ちゃう。そう。今でこそ、それが、なんか、あ、こうやってやるのかと思ったけど、すぐ「はい」って言われたらすぐパッて入れなくて、ほらでもミュージシャンもって普通そうじゃない？パッてやってすぐバーンって「うわ！」ってだんだん温まってくって感じがない？そうだ温まっね、てそうくっだていうか、ね。いきなりバーンってやってさ、みんな役者さんってさ、バーンって開いたらすぐ「うわ！」ってできるじゃん。なんだってみたいな、いきなりやれるじゃん。でもそれができないから、おっとすごいなみんなみたいな。テンションがいきなり高そう校に行ったのがそうそここにう。バーンっいていきけるなもんりバーンってね。こう、あいちゃん、バーン、ふざけんじゃねえぞ、それって、いきなりできないですしょ。みたいな。ちょっと待って、さっきまで話してたのにみたいな。あれが難しいと思って、今だから、今はできいるようけにる。なるかも。逆なっにいたけよ、る。もうようやく還暦な近くなって。なんでなの？まあ音楽はまだそのほらカウントがある し、そうだよなね。んとかっていうそう曲そういくそうよってそう。ワン、ツーって言ってる間にちょっとこう心構えちょっできとるね、準備して、ましてや感想とか行くんでね、わーってやるんだっなたるけら、どだね。ね、いきなりボーカルだって徐々に温まってみたいなのもあるかもしれないけど、役者っていきなり最初からクライマックスみたいな演技もあるじゃない。あれ違うよね、音楽と絶対ね。もういきなり泣くシーンみたいなね。そういうのもあるもうよなんかね。コンサート的に言うところのもう2時間ぐらい経って最後の、それでは最後にみたいな。お涙ちょうそうだいみよ。たいきなりアンコールから
始まる場合もあるんだろうなって言ってみればさ、順番ね、オープニング今からじゃ あ, 1曲目撮りますみたいなさ、やりますみたいな、ライブで行けばさ、もう、ね、逃げて逃げて逃げて最後もう殺されるっていうシーンから行きますみたいな、そう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 、そこまでテンションどうやって持っていけるのみたいな、もう一通り終わった後で最後 の, あの疲れた感じの1曲お願いしますちょっと待ってみたいな、そういう何の話してんだろうねこんな話いいのかな、まあまあまあ、だから譜面とかセリフとかその台本とかってやっぱ頭の中入れてからやった方が絶対いいとは思うよね。そうだよね、そうじゃなきゃね、うん、逆にまあストリングスのイントロはこう綺麗に書いてないとその通りに弾かないと気が済まないみたいなのはまあそれはそれであるけど、まあなんかさ、消しゴムの話か、そんな話一通り終わりました、消しゴム談義でしたはい、そんなわけで始まりましたゆるい対談特集、今日は高木寛さんをお招きしてありがとうございます。いや、こちらこそ来ていただいて、まあでもさ、懐かしいでしょ、まあよく対談である話は、まあいつ僕らは知り合ったかみたいな話をするとさ、そこにピテカのあれ本物があるんだけど、これはすごいよね。この間そう、ね、これ別件でロボットこの間久々に来たらこれ見て、それでなんかこのゴータと話してる時、あ、絶対ここがいいと思って。あ、そうなの。そうそうそう。これだ、これ俺多分見るのが36、7年ぶりだと思うよ。だから本当に当時、あの当時から、あっちのあそこのここから数百メートル先の向こうが、あの同じ側にあったのを見て以来でしょ。そう、外したのも見たことないよね。ない。しかも昔は骨あったよね。そうだよね、全部骨ついてたよね。ケンタッキーフライドチキンの骨なんでしょ。そう、俺ら食わされたの。食わされたんだよね。俺は食べてないけど、そう、メロンの、あのピテカがオープンするから、メロンのライブのためのリハをやってて、そこにケンタッキーがドカーッと来て、ピテカンでね、ピテカンでリハじゃなくて、ピテカンじゃないか、違う、まだピテカンないもん。あの俺はそこにいたの2回目なんだけど、1回目はカンちゃんと初めて行ったんだけ ど, どだ2回目の目黒じゃなくての六本木のマッドスタジオ。あ、はい、カンちゃん覚えてる、はいはいはい、覚えてる。 俺が初めて東京出てきて、初めてリハスターっていうのは、まあ、それは2回目ぐらいなんだけど、1回目はまっちゃんがルードフラワーやるときに、代々木の今もあるセオリスタジオ、あ、セオリね、大きいところね、あそこでオーディション行ったことある。それでルードフラワーに入った。だルードフラワーのオーディションじゃない、セオリーとかでやったの。まあ、わかんないんだけど、まっちゃんに、あ、まっちゃんがね、で、あのメンバー募集で、じゃあここに来てくださいって言ったのがセオリーだった。まあなんとかたどり着けたわけ。でその次はなんかあれだったんだよ、あのカンちゃんブラボーが、あ、そうそうそう、あの、ね、渋港でやるって言って、そう、ね、イミテーションの前座でね、そうで、あのドラムの清水敏郎がね、そう、何か他のヒカシウもやってたんだよ彼、あの、そうかそうか、そうで、ヒカシウがエッグマンでやるっつってさエッグマンって目の前なんだけどさ渋子のそれでね、そうそうそう、で、ダメだからちょっと手伝ってって言われて、うんうん、そうそう、ほいで、あ、じゃあリハはって言ったら六本木 の, あのマッドスタジオって言われて、うんうん、六本木のマッドスタジオ、わかんないな、じゃあ交差点で待ち合わせようとか言って、いや、交差点、だいぶあるんだけどね、俺なんかもう京都の田舎者だからさ、六本木の交差点なんて広すぎて、多分カンちゃん俺見つけられないよっつって、じゃあ分かったよ、アマンドの前ね、アマンドアマンド、アマンド、分かんないけど、いやもう交差点出てピンク色のなんかこうアーモンドみたいな書いてあるからみたいな言われて、それで待ち合わせて行った覚えがあるんだけど、それで覚えてるそれで2回目に行ったのがそのメロンの、そうなんだ、リハでいきなりケンタッキーダーンとか出されてクエクエとか言って、それがマッドスタジオだったの、メロンマッドスタジオだった、あ、そうなんだ、うん、うんうん、忘れもしない、あの、うんうん、地下降りて、ね、そうだよね、行くとこで、うん、そこでやってこの骨を、そうかそうか、骨にしたわけよ、うんうん、それは三十何年前で、ね、だからカンちゃんと会ったのもその頃、三十何年前に会ってんだよね、カンちゃんもあの時二十歳ぐらいだったでしょ多分、そうだね、俺も同級生だからね、そうだね、二十歳ぐらい、もしかしたらまだ二十歳になってないかな、十代多分二十歳だと思う、二十歳かな、俺が東京に出てきたのが二十歳の4月、うん、2月に二十歳になって、4月にじゃあもうなってるか、うんうん、最近みんなさ若い子二十歳言わないよね、20歳って言うでしょ、あ、何なんだろうね、あ、そう、20歳って言わないの最近、テレビで見せても言わない、
私20歳になりましたって。あ、私20歳。20歳ですって言うんで、なんかすごい違和感感じちゃって、いや昭和の人だねって言われちゃうね。20歳って言ったら、あ、昭和の人ですって。そう20歳って、最近平成の人は言いません。なんで20歳って使わなくなったのかなと思って。なんでだろう、まあ、いいんだけど。じゃあ20日とか言わないの。20日は言うかな。8日とか20日ネズミとかね。それ20日ネズミって何20日間だけネズミやってる。あ、そういうことか。かわいい。何なんすか、ね、言わない。そうだから30何年前ぶりです。30何年前にぶりじゃない、ね、30何年ぶりにやってる。あの時でもカンちゃんはなんで俺はカンちゃん、いやいや、俺はだってルートフラワー多分見てたんだよ。そうか、うん、要するにそのピテカンの前に、まあ、全部クロコダイルとかでルートフラワーを見てて、でその頃そんなに、だからその、うん、バンドでさ、ドラム誰か頼めるっていう人すぐいなくて、多分俺それで三沢か誰かに相談したのかな、いいんじゃないみたいなって、ゴタ君でいいんじゃない、いいんじゃないみたいな。じゃあ連絡してみるっていうことになったんだと思うよ。なんとなくの思い出す感じだと。そうかも、うん、そうかも。だってあ、でも三沢はルードフラワーには入ってないけど、ミュートとメロンには入ったよね、最初の頃の。そう、それでミュートか最初、多分。だからまずそのセオリーでルードフラワーのオーディションやって、うんうん、よくリハやってんのは覚えてるのは新宿御苑スタジオだったんだよね。この間なもうクローズしちゃったよね。で、御苑も見ないの。疲労のアボスタジオだった、うんうん、そう、疲労のアボスタジオはトシちゃんよく使ってたでしょ。そう、トシちゃんもよく使ってて、レコーディングもできたし、うん、あのダモンブラザーズとか、うんうんうん、あのスネークマンショーのやつとか、うんうん、あそこでやったりしてたよね。マッドスタジオでもやったよね。マッドスタジオもレコーディングできた、あの頃ね。ブラボーもやったもん、レコーディング、うん、ミュートビートの少年タイガーとかもやったもん、ね、あ、そうなんだ。確か、うん、ブラボーの、 あのドラムとベース、普通に今正規で出てる、正規っつか出てるやつもドラムとベース、ドラムだけはマッドの録音だと思う、確か。ああ、そうなんだ、うん、それ以外は岡野くんち。あ、でもやっぱ岡野さんのやっぱサウンドプロデュースはやっぱすごい音、 いつもいいよね。そうそうそう、だからあの時も、うん、岡野くんとやりたいって豪太言ってできる、だってちょっとやってみたいかもって言ったんだ。そう、なんだっけ、スペースサーカスやってたから。そうそうそう、そう、そう、すごい、日本の中でもあんなベースの音出せる人いないと思ってたから。そう、僕さ、で豪太はさ、だからそのプレイヤー少年とかスペースサーカスとか知ってるわけじゃん、うんうん、知らなかったもん、スペースサーカス何。そうだよね、そうだって、ま、知らないのって俺言った方がいい。そうそうそう、何も知らないとか、なんかやらせてくれって言う人が来たからとか。でもあの時にあれ、あと渋谷でやって、その日のだったか、その何日か後に岡野君とご飯食べて、うん、お酒飲んで、え、結構酔っ払って、でお互いあの面白いユニークなミュージシャンだけど、うんうん、あの岡野さん曰く俺は前ちょっと前乗りだし、光太君はちょっとこう後ろ乗りだから、まあこれから先やることはあんまりないかもねって言われた。それは何、そのブラボーのやったような頃にやってた後、うん、いや直後ぐらい、直後ぐらい。あ、そうなんだ、そんな、もうその時もそういう話になってたんだ。そう俺はさ、その辺が分かんないからさ、なんか分かんないけど、ドラムとりあえず豪太くんしか分かんないからって三沢に聞いたらいいんじゃないのって。でも実際そうだよね。でも今となってはね、うん、俺としてはそのなんだ、うん、なんだ、楽しかったし、うんうん、もちろんあのそれでなんかこうなんていうの、うん、あの中が変な感じだったとかじゃなくて、うん、でもそれは的確だよね、うん、実際本当に多分録音してみたらこうちょっと前とか後ろとか、うん、そういう話、あるかもね、うんうん、なんだけど、あ、うん、でもさ、その辺で行くとさ、僕ほら後年豪太がさ、フミヤ君とかでライブやってた時、普通にロックンロールとかやるじゃん、うん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 、で、そのなんとなくその時やブラボーで一緒やった時、うん、あ、違うなとは思ったけど、うんうんうん、あ、ゴーダ君やフミヤ君のやつライブ見るとさ、うん、あ、普通ロックンロールやってる、あの頃ちょっとあれだって、後ろが今ちゃんとそのロックンロールの8ビートでやってるわとかよく思った、うんうん、確かに。だから、うん、なんかイメージとしてはちょっとヒップホップ系、もともとからもうなんかちょっとレゲエとか、レゲエとね、そういうイメージがあったんだけど、のやつイメージ。でも それこそフミヤでロックノールやってる時のフミヤと話があったのはお互いキャロルだからね。お、俺が初めてその
ロックバンドっていうかバンドを見たのがキャロルが初めて。キャロル見たことあるの？あるよ。すごいな。え、京都で？綾部。うちの田舎うちの田舎、俺両親お好み焼きやってて、うんうんうん、で、あの今度なんか有名なロックバンドが東京から来るらしいって言われて。小学生やん。小学生かな。小学生、中学生だった。だって中学の時もう解散してたよ。そうか、じゃあ小学生だったね。うん、小学生だよ。だで、そのお客さんとかも結構そのヒッピーっぽい人もいれば。うん、そうだよね。あの頃別にそういう今でいうとこのヤンキーとかじゃないもんね。そう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 。で、うちにポスター貼ってチケット売ってたの、うんうん。そうなの。すごい。しかも白黒のポスターで、うん、あの革ジャンのキャロルが着てる。うんうん、で、A ちゃんこうってなってて、うんうん、そこの下に。パリ東京綾部って書いてあってさパリ東京綾部何これ。そのポスターもうないのあお母さん探したいね、探したい、ね、探したい、探したい。パリ東京綾部ってこのなんかすっごいシュールなこの文字の配列っていうか何ていうか、うん、えパリ、しかもこのバンドパリ行ってたのみたいな。だから関西さんそうだよね、行ってるよね。だからファッションショーでやっ て, る、ね、やって、それでマルカムがそれ見てセックスピストルズ、それは本当なのかなっていう話もあるじゃん。あるあるある。そうそう、だあの当時だよね、うん、それでそのパリ行って東京やった後に、うん、綾部でやって、でその後解散コンサートみたいな、うんうん、そのちょっと手前ってことだよね。ああ、だからもうあれだ、本当小6中1の間ぐらいか、下手したらそのうちね、うん、あそだからみんなギター持てるやつは、うん、俺らちょっと前の世代にとらはベンチャーズとか、うん、みんなギターコピーしてとかだけど、うんうん、俺らの世代って割とキャロルとかやった。キャロルはでもそれ僕だって解散してからだから知ったの。うん、あ、マシモさんだよねやってたの。そうだよね。ダイヤル M。ダイヤル M。話がまた違う方向いちゃうから。その後あの X とかね。いろいろ。まああるんですけど。ビジュアル系いっぱい。ビジュアル系。もともとだってあれ土屋さんだもんね。そうそう。あとモッツとね。一風堂とかモッツとか。そうだよね。うん、そうだよ。その話はまたいっぱいあるけどね。また違う話になっちゃうからね。ね、それでもそれがあってこそのファイルレコードだったりとか。あ、そうなんだよね。まあそういう話だ。メジャーフォースって話にもなるんだけど。実はそういう話もあるんだけど。そこはまた置いといて。そうそうそう、でもそうか。キャロルちゃんとじゃあ コピーとかやってたの？もうやってて。すごいな。僕より一級上の先輩らは特に、うんうん、好きな人が多くて、うん、でお前ドラム叩けんだろうみたいな感じで。あ、もうその時はもうドラムやってたんだ。そう。やってたの。中学校、小学校6年でドラムセットを買ったんだよね、うん、え、すごいそれ。安いやつだよ、まあ、それにしても、うん、なんか 6年生で修学旅行行くじゃん、うんうん、そうだ行くね。小学校6年でさ、でどこ行ったか忘れたけど、どこだっけ、どこ行くんだっけ、京都の小学生は。東京、いや東京は中学校の時だったと忘れたこっちはほら京都とか行くじゃん。あ、じゃあ東京行ったのかもね。大体。ほんでそれで積み立て貯金っていうのを やったんだよ。やるよね。そういう。でそれでうちがお店やってたもんだから、うんうん、バイトしてそのお金をせっせとそこの積み立てに入れてたわけ。え、自分で？ゴーダー自分で？そう、自分で。親がなんで今考えたら出してくれてないんだろうと思うんだけど。まあまあいろいろ教育的な意味合いも込めて。それで、うん、それが結構余ったわけよ。オーバーしたわけよ、積み立て以上になったわけ。お、働いたのよね、うん、それで何っていう話になって、その時に飲食店に来てた、うんうん、あの高石智也とかさ、あの辺のフォーク系の人の、 ボーイとかやってた人とか、もともと東京にいた人とか、結構髪の毛長いヒッピー流れの人らがよくお店に来てた。あ、やっぱそうなんだ。京都だからそういう感じでフラッと、うんうん、綾部と言ってもやっぱり綾部イコールなんかちょっとこうなんだろう、自然派な、あ、いわゆるやっぱりヒッピーの人たちが、ね、うん、自然を求めてみたいな、ね、村八分の人たちとかも、あ、そうそう、あと奥林信康さんが綾部に住んでたの、その頃。あ、そう、うん、へ、そんなのもあって、うん、結構そういうなんか僕と親父のちょうど間ぐらいの世代の人。ああ、じゃあいい環境だよね。そうね、そこで、うん、クイーンとかビートルズとかいろいろ教えてもらったりしたんだけど、ドラムセットもそれで初めて見たりとか、その人のとこ行って、でまあそんなのがあったから、うん、ドラムを自分で買ってやってて、うん、みたいなことがあったんだ。だからそのなんかそれでなんか駅の前にあるあのモールのところの屋上でキャロルのライブを
やりたいとか言ってこもちろんカバーのなんかね、ああそれで キャロルじゃなくてあの自分たちのね、うん、キャロルやったのを見たのは、うん、その小学校だったのかな、うん、だからそうなんで小学校かもしかしたら春休みとかそういうやつやね、うんうん、それでその市民センターっていうところに来て、うんうん、珍しいんだよ綾部にそんなだからなんだっけクールスの一人が綾部出身の人だったんだ。あ、そうなんだ。そう、それで呼んだんじゃないかって。へえ。うん。うん。まあでもほら、ね、ミカバンドがさとキャロルとよく一緒にやってて、うん、ミカバンドは加藤さん、ね、京都だからあのキャロルと対バンで一緒に行くときはキャロルが大体最後らしいんだけど、うん、京都の時はミカバンドを後にしたって言ってて、それは誰に聞いたんだっけあれ。キヒロさんに聞いたのかな、その話。キャロルとミカバンドのツアー多かったんだって。そうだよね、あと4人林もいたんだよね、その時。あ、そうなのか、うん、だからその3バンドで結構回ってたことすごいよ ね、 すごいよね、全然違う。、うん、この間、うん、レイさんと対談こうやってさせてもらって。あ、そっか、そういう話になるよね、ユキヒロさんの話とか。そうだよね。そうで、ユキヒロさんとレイさんはガロをやってたって話、うん、あ、そっかそっか。なんかかっこいいなと思って、なんかビートとかもかっこいいんだよね、うん、ガロはそうだよね、普通にテレビでも見れるから、見られたから、うん、普通に僕らの世代はもうがっつり聴いてるよね、がっつり聴いてた、ね、テレビでやってたからね、うん、あの見た目もあの平次ウドのジャケットのビートルズみたいだしみたいな、そう、後期のビートルズみたいな、うん、まあそれも後から知ったんだけど、うんうんうん、あ、これかみたいな、うんうん。あとあのケンとメリーのスカイラインとかさ、ああ、はいはいはい、あれもレイさんとユキヒロさんだったりとか、うんうん、あと結婚しようよかな、吉田拓郎とか、うん、結構あの二人で結構やってる、セッション的な。後から聞くとそうなんだよね、吉田拓郎さんとか曲とか聞くとさ、あのその曲のイメージじゃなくて演奏とかを聞くとビートルズっぽいよね、うん、ビートルズっぽい、ビートルズカントリーみたいなさ、うんうんうん、オクトパスガーデンみたいな、あ、そう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 、ね、あれっぽいんだよね、うん、あ、これやっぱり結局ビートルズ好きなんだなみたいなさ。最初俺ユキヒロさんの入り口は俺 YMO だったから、うんうんうん、ミカバンドはユキヒロさんいたけど、そのユキヒロさんっていう認識であんまり聞いてなかったから、そうだろうね、だから YMO だったから、うん、そのガルとか、え、ああいうドラムを叩けるんだ、ね、るんだなんて、しかもすごい若い時にみたいな、うん、うん、そんな話をいろいろこの間したんだけど、うん、かんちゃんはさ、うん、ずっと逗子で育ったの、子供時代って。